はい、皆さん元気ですか。フィンガータット世界チャンピオンのゲンゲンです。実はですね、僕最近、手話とフィンガータットを合わせて、いろいろな歌を表現しながら踊る手話フィンガータットというものをやっているんですけれども、そちらの方で、先日ですね、DTV の方で放映されておりますオーマイダパンプさんという番組から、依頼をいただきまして、ダパンプさんの新曲、ハートオンファイヤーの振り付けを、してほしいという、依頼をいただきまして、そちらの番組の方でやらせていただきました。ありがとうございます。そちらの方は、DTV の方で、まだ見れますので、75話となっておりますので、よろしくチェックしていただければと思います。ダパンプさんいつもありがとうございます。今回は皆さんと一緒に、ダパンプさんの新曲、ハートオンファイヤーを一緒に、皆さんとやっていきたいと思います。では早速、本編の方をやっていきましょう。早速ですね、サビのところですね、 Your heart on fire のところなんですけども、これすごい意外に思うかもしれないんですけども、手話って日本語とあと海外の言葉それぞれの国で全然違うんですよ。英語と日本語の手話って全然違うんです。万国共通じゃないんです。なので、今回は、英語の歌詞の部分をちょっと和訳して手話にしてみました。はい、それではやってみます。まず Your heart on fire のところは、あなたの心は燃えているっていう風に表現していきたいと思います。まず前に指をさしてください。右手で。これは君という意味になります。あなたの心、唇を指さして線を引いてください。これ赤っていう意味なんですけど、こうして手でヒラヒラすると燃えるっていう意味になります。 Your heart on fire ですね。まあ、あのリズムの取り方としてはこんな感じっていうことですね。あなたの心燃えるっていう感じです。 Your heart on fire。 そして次の歌詞なんですけれども、電光石火に、着火する導火線のところですね。まず電光石火という、手話はないので、あの速いという手話で代用します。指で輪っかを作って斜め下に指を刺してください。電光石火に、そして、着火する導火線、これも導火線っていう手話がないので、まあ火がつくという表現で代用していきます。電光石火に火がつく。はい、もう一回やってみます。電光石火に着火する導火線、そしてスパークする夢というところなんですけども、スパーク、まあこれスパークっていうのもないんですけど、まあ、爆発っていう意味なんで、爆発っていうのは真ん中に手を置いてパッ手を開きます。はい、こうすると爆発と、こうやると広がるっていう意味になるんで、スパークする夢、夢は頭の前に手を置いて手でふわふわっとやってください。これが夢という意味になります。いいですか。電光石火に着火する導火線、スパークする夢、 OK でしょうか。そしてもう一度、サビのフレーズを繰り返しになります。Your heart on fire。 レーザービーム、これレーザービームっていうのが、まあ、もちろんこれは手話ではないので、ちょっとあのダンス的な表現を加えています。こう銃の形を作って手で押さえてぐるっとビームという感じでぐるっと回してください。Your heart on fire、 レーザービームに。そして次なんですけれども、歌方照射して、踊りましょう。この部分なんですけど、まあ歌方、歌方みたいな、まあ泡みたいな感じなんですけど、泡ブクブクみたいな感じなんですけども、まあこれもないんで、照射しての部分だけ表現していきます。手でこうやります。これは電気がつくとかっていう意味なんですけれども、照射して、そして
踊るという手話なんですけども、これは手のひらを左手を出して右手で人のような形を作ってこうすると踊るという意味になります。はい、歌方照射して踊りましょうとやります。そして次のフレーズです。明日は明日の風に吹かれて決定だ旅路なんですけども、明日このようにして、前を指さすと明日という意味になります。まあ、ちなみに明日、今日、昨日、今っていう意味になるんですけども、明日は明日の風になんですけども、風は手を両手を上に置いて斜め下にこう仰ぐ感じですね。これは風となります。そして、吹かれて、これも吹くというのは風と同じ手話で表現できるので、吹かれて決定だ旅路。決定するっていうのは手のひらを前に置いて指2本でこう叩くと、これ決めるって意味になります。決定する、決定、そして旅路、これは旅行と言われますね。手のひらを前に向けてくるりと、そうですね、ちょうどこう電車の汽車みたいな表現ですね。旅路、吹かれて決定だ旅路。はい、そしたらもう一回、サビのフレーズに戻ります。 Your heart on fire、躊躇していい、躊躇していいなんですけども、これも躊躇っていうのがちょっとドンピシャなものがないので、まああのこうですね、戸惑うとか心配するっていう、手のひらで、丸を作ってこれを揺らします。まあ心が揺れているっていう感じですね。躊躇していい、で躊躇していい OK でもいいんですけど、ちょっとこれ入れると振りが噛み合わなくなってしまうんで、ちょっとこれは割愛して、躊躇していい、君が行く、行くは斜め上をこう指さします。君が行くのなら、アドベンチャー、アドベンチャー、これも冒険っていう手話がちょっとうまいのがないので、君が挑戦をするというので代用します。挑戦は手を前にグーで出して、そこにもう一個の拳をぶつける感じですね。そうすると挑戦という、挑む感じですね。まあ、なんか冒険もそういうような意味合い的にはちょっと近いので、こちらで表現しております。はい、それでは最初から通してやってみましょう。 Your heart on fire、 電光石火に着火する導火線、スパークする夢。 Your heart on fire、 レーザービームに歌方照射して踊りましょう。明日は明日の風に吹かれて決定だ旅路。 Your heart on fire、 躊躇していい、君が行くのならアドベンチャー。はい、というわけでですね、今日は、ダパンプさんの、Your heart on fire のサビの部分のシュワフィンガータットの振り付けを皆さんと一緒にやせていただきました。DTV で放映されているオーマイダパンプ、75話ですね、75話で今回の振り付けをやらせていただいてます。バックナンバーで そちらの方もまだチェックできる、そうなので、ぜひ、チェックしていただけたらと思います。そしてですね、この動画を見て、シュワやあとフィンガータットの方に、少しでも興味を持って、あ、面白いな、覚えてみようかなって思っていただけたらとても嬉しいです。これからもこういう風に、動画を作っていきたいと思いますので、もしよろしければ、チャンネル登録の方をしていただけたらと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。